よし、じゃあここから、収録が始めていきましょう。こちらがプラネットミュールの方になっております。プラネットミュールは、もともと1986年にミュールという、エレクトニックアーツから、出たゲームの方になってるんですが、ただいま入手は不可能です。入手限りなく困難かな、限りなく不可能に近い困難で、こちらプラネットミュールという名前で、有志が、クローンを作っておりますので、こちらで、プレイできる形になってます。でこのミュールっていうのは、まあ、ヤギなんですけど、この、ロボットのヤギですね。こいつが、汎用ロボットって形でいろいろと仕事をしてくれるって形になってます。でこのミュールと使って、惑星で一番の富豪になろうっていうのが、このゲームの目的になります。プラネットミュールものそのものは、ユーザーネームとパスワードを登録して、レジスター、登録することによって、マルチプレイに参加できるようになりますが、マルチプレイに参加できるようになりますが、プレイローカルっていうのを選べばですね、ローカルプレイできる形になってますので、マルチプレイとか特に興味がないって方もですね、このプレイローカルを選んでいただければ、まあ、プレイができますのでご安心くださいな。マウスカース映ってないんちゃう、これ映ってるよね。よし。でももともとミュールと違ってちゃんと音楽もなりますし、割と、その辺では今風のゲームっぽく見えるかもしれません。では早速、プレイローカルを押してですね、ローカルプレイを始めていきましょう。で、ローカルだとデータがセーブされないけど別にいいのって言われてるんで、これイエスを押すと、こちら、ミュール、プラネットミュールの、ちょっと待って。ちょっと録画してる方がちょっとおかしいな。あれおかしいな。ちょっと録画してる方の画面がちょっと飛んでる。おかしいな。ちょっと待ってね。そうそう、なんかちょっと変なんよ。困ってるんじゃよ。あ、わかったわかった。こうじゃな。もうちょっと、ブサイクっちゃブサイクなんだけど。にしてもこれちょっとブサイクすぎるな。ちょっと待ってね。これがまあメインのロビー画面になります。あ、いや、今度でこっちだ。あれだ。こいつが映ってねえな。プラネットミュール。今度 YouTube 載せる方の、画面がちょっとおかしいのとなってた。よし、これで OK。プラネットミュール、先ほどのローカルプレイのボタンを押すと、こちらのローカルの、なんだったっけ、これ、ランチャーに飛びます。で、ここでニューゲームを押すと、一応一人用でプレイできる形になってます。で通常だとトーナメントで、12ラウンド。遊ぶ形になってますが、まあ、トレーニングだったら、もっと短いラウンド遊べるので、まずこれでゲームに慣れていくって形になりますね。で、先ほどの、レジスター、してですね、ログインすればですね、ここでマルチプレイが、集える形になりますので、まあ、興味がありましたらですね、皆さんもマルチプレイで、仲間を集ってですね、プラネットミュールに挑戦してみてください。というわけで、今日はそのプラネットミュールの、全体的なゲームの流れをですね、こうトレーニング6ラウンドを通じて、説明させていただきます。これがゲーム画面ですね。ここでちょっと、もう一回調整をしてですね、ゲーム画面
を調整してと。下にあるチャット欄を全部飛ばして、ゲームの画面だけ、取り込むようにしましょうかね。そうすればちょっとまともに見えると思うよ。こうですね。よし、これで、ようやく準備が整った。で、次、こっちだ。ちょっと待ってね。YouTube の方の録画の方を設定をします。だから画面を拡大してと。よし、これで OK。お待たせしました。これで録画も無事に済みましたし、画面の方もうまく動いてるでしょう。さあ、こちらが、プラネットミュールの、メイン画面になります。で、下、先ほどちらっと見た下はチャットルームです。で、ここでマルチプレイやってるときはいろいろチャットをすればいいですね。文句を飛ばしたり、文句を飛ばしたり、文句を飛ばしたり、文句を飛ばしたりすればいいと思います。まあ、リーグオブレジェンドでやってるときみたいな感じの文句を飛ばせばいいと思います。で、一応、そうですね。トレーニングモードのときは、ジョインして、一応、ローカルで、たくさん、ジョイン、することできると思ったんですけど、できなかった。トレーニングモードじゃなくて、ローカルでやってるときは、あれか、その人間1人と AI3 人でしかプレイができないみたいですね。J を押すとジョイン、そして A を押すと AI を追加。アダムとビルと、ジムっていう AI が追加されました。で、ここで、スペースボタンを押すと、ゲームスタートになります。じゃあ、ゲームをスタートしましょう。でもなんだかんだ言って BGM じゃなくて SE は結構今風の音が鳴りますね。で、先ほどオープニングで出てきた、ミュールという生き物を使って、この惑星で、大富豪を目指すというのが、このゲームの目標になります。使うのはアローキーと、スペースバーです。街にんと画面の中央にあるのが、コロニーになります。ここにみんな住んでるんですね。まずは、セットアップラウンド、土地を買うっていう、状況です。で、順番に送ってるんで、ここでスペースボタンを押して土地を買う。あ、くそ、もうしゃあない、山買おう。で、土地配るターンは1人1個取れるって形です。で、この後セールが始まりますので、じゃあここでオークションが始まります。新しい土地を買うんじゃよ。まあ、とにかく土地がないと、リソースが手に入らないんで、土地欲しいですね。どこまで行くんだ。マジか、こいつら。開幕700払うん。もうちょい下やろ。俺が勝った。よしよし。まあ、600だったらまあ必要経費でしょう。で、オークション出された土地はうちが買いました。で、次はアクションラウンドですね。土地ラウンド、土地オークションラウンド、じゃあ土地フェーズ、そして、土地フェーズで土地オークションフェーズの後に次アクションフェーズが発生します。まあ、AI は画面の、右側に出てる黄色いバー、時間いっぱい使ってっていうか、AI は、そういうの全く無視してですね、適当に自分でやりたいことじゃんじゃんやってきます。死ねばいいのにと思うのに。今のところ何やってるかよく見えないと思うんで、自分がラウンドになった時説明します。クリスタルも大したないな。
次 AI か。最初食料か。しかし最初で土地買ったからいきなり奮発したからな。ちょっと金がないな。さあ自分の、アクションフェーズに入りました。こっからは、時間内で、アクションゲームをします。2、1、5。さあまずはミュールを買って、それからミュールを買ってやっとミュールにパーツをつける。まずは電気パーツですね。ミュールに電気パーツつけて、そして、平地に、発電所を置きました。もう一台ミュールを買って、次は、ギアをつけて、そして、山にギアを設置。残った時間は、山に行けばオーパスがたまに行って、オーパスを狩ることができる。狩れるかな。よしよし、オーパス買った。100しか手に入らなかった。時間間に合うか。で残り時間をパブに費やすと、こいつらはバクトなんで、基本的に残り時間がすべて、パブで、商売するって形になります。でイベントフェーズが発生。でから、次は、プロデューションフェーズが発生してですね、作った土地で、ミュールを置いた、土地に合わせて、売りに行かなかんな。これ勝てないしな。よし、お待たせ。今多分画面映せると思う。ちょっと配信の都合で見えなかった人がいると思うんですけど、とりあえずミュールを土地に置いて、リソースを生産する。で、リソースの生産はランダムです。で、その後、最後に、消費フェーズが発生します。で、それぞれ、まあ、悔しいながら、まあ、手数は限られてるっていうか、まあ、大体基本的に一つの土地で一つのリソースしか生まれないってことは、この4人いる中で、ギアと、フードとエネルギーを、売買しなくちゃいけません。その売買の方法がオークションになってます。電力たくさん生まれた。で、毎ターン毎ターン、どん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 消費量が減っていくの、増えていくので、マイナスになってると、とも、物資のオークションフェーズが終わって、そして、現在の、まあ、資産なりですね、が、マネーなりが計上されて、順位が決定します。で、これで本来だったら、12ラウンド、戦う形になって、トレーニングモードなんで、6ラウンドで終わるんですけどね、6ラウンドで戦う形になります。わあ、クソ、食料買えんかった。まあ、自分一人で幅広く取っとくと、まあ、後半は楽には楽んですけど、絶対川取る。川で食料取らなあかん。ワイヤー！ワイヤーって言ってるやろ、もう。ああ、クソ。マジクソ。水色と紫、マジクソ。山でした。もうギア売るよ。もうどうしよう、ギア独占しよっかな。
で、食料は、食料と電気は毎ターン使います。です。あ、どうもこんばんはです。で、食料と電気は毎ラウンド、消費して、マイナスになってしまうと、自分の時の、自分が動ける時の制限時間が減ります。食料の場合は。確か電気は確か、施設、ミュールを置いた土地からちゃんと、リソースが発生しないんだったかな。お、2回途中るんや。さすがに。で、何回途中売るかって分かんないのよね。ごめん、お金なかった。何回途中売るか分かんないから、最初のオークションで一気に金突っ込んでしまうと、次のオークションで安く買い叩かれてしまうっていうこともあったりするのが、ここは結構面白いよね。で、アクションゲームと、このオークションの兼ね合いをうまく、この、縦、上下の動きで、アクションで分けてるのは、結構面白いアイディアだなと思います。そっか、緑がでもギア持ってるからな。で、毎ラウンドずつ、食料と、エネルギーは使っていきます。が、ギアは何にすんのっていうと、ギアは、ストアに下ろすことによってギア2つで新しいミュールが1台生産されますので、何ギミュールダイラリー、あ、お金が減っただって、50減ったって、まあ、とりあえずミュール行って、まあ、山買ったんだったら仕方ねえから、こういう形で。いたいたいた、よしよし、100ゲット。あと時間いっぱいオーパス買うか。あかん、オーパス出てこなかった。パブ行こう。で、まあ、ミュールは最大14台まで、ストアされます。で、ミュールは、ストアにギアがないとミュールは作られません。ので、もし誰も、山から取ってきたギアを、ストアに下ろせなかったら、ミュールは品切れします。ので、順調に、成長させようと思ったら、まあ、ストアに、ミュールが、ストアにギアがなくなると、市場にミュールがなくなるので、言ったら自分が、ミュールを、買うことはできなくなるんですね。やったー、俺んとこじゃない。アシッドレインだって。さあ、プロデューションフェーズ。で、プロデューションフェーズはランダムで、プロデューションが発生します。ちょ、電力欲しいんですけど。もっと電力分けよ。もっと電力分けって言ってるやろ。おい、2しか空いてないやんけ。あー。焼き畑発電所ですね。わかりました。ちなみにこういう形で市場に、全く動きがなかった場合、ま、ストアで販売するのが一番安いんだけど、全くその、ストアに物が降りなかったら、どん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 、ストアの値段上がります。ので、ギアは、言ったら、ストアの影響によって値段が変わると思ったらいいでしょう。まあ、他の人が売るかどうかっていう。現在までフォロワーがないものって、今やっても紳士、いかやく。今やっても新しいゲームが多かったです。うん、そうですね。特にプラネットミュールなん、まあ、フィュールなんて言うと、まあ、今のところでフォロワーはなかったんで、今やっても全然新しい
感じはします。エネルギー減ったで、エネルギーが次は3いるから、うちも発電所持ってるんだけんな、足りないから買ってこなくちゃいけない。しかし売る人がいないんだよな。じゃあこういう時は市場まで買いに行かなくちゃいけません。売るのは市場が、売るのはストアが一番安くて、買うのは一番ストアが高いって形ですね。で、当然ストアがなくなってくると、あー山抑えるよな。ちょっと電気抑えよう。食料は川が一番出るんですけど、他の人が食料売らないとかいうふうに言い出したら、どん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 ストアの食料がなくなって、まあ言ったらその難しいな、これ200しか持ってないからな、買えへんしな。もう勝手にやってくれ、誰も動かない、誰も動かない。さてと、とはいえどうやることっつっても、そうそう、まずアセット行って探査機でここにクリスタルがあるかどうか見てみよう。クリスタルなし、じゃあここ発電所だ。よし、オーパーついた。よし、100ゲット。あとはパブでも使うか。うん。クリスタルはだいたい1個140円ぐらいで、140クレジットほどで売れるっていう、割とお高いものになりますね。ただまあ、市場によっては、市場に物がなければないほど、値段が高くなるって形になるから、ギアは割と、頻繁に暴発します。逆に言うと、ギアが、暴発すると、ギアを打って大逆転っていう形になっちゃうから、ギアを定期的に市場に流すことによって、暴発を防ぐってことも可能です。まあ、これで、4人とも動けば、ミュールが、4台消費して、で、次のラウンドでミュールが消費されると、ミュールは0台になります。その状態で、市場に、ギアがなかったらミュールは発生しませんので、言ったら他の人間が全員止まっちゃう形なんだよね、手が。なんだ？サンスポットアクティビー、なんだろう。さあ、プロデューションフェーズ。あ、とりあえず電気4あったらええわ。売るだけあったらええわ。もうちょっと山が仕事してほしいな、んだけど。てか、山仕事しろ。山が仕事しない。山が仕事しない。山が仕事しないんですけど。マジかよ。山マジ仕事しない。切れそう。切れそう。まあ、他の人間もそろそろ、あれですね。市場にギアがなくなってくるから。市場にギアがなくなってくるから、ギアを確保始まりましたね。で、まあ、次のラウンド終われば、ミュールがなくなって、そうするとギアを売らなくちゃいけなくなるから、その時に、みんな、ギアを売って大儲けするって形になりますね。うん、フードちょっとしんどい。
お、ええー、の。あ、金なくなった。これあれ、エネルギー占う。電力は結構プロデュースできてるからね。自転車走用になってきた。うん、そういうゲームなんねん、基本的に。おい、なんだよ。あー、どうしよう。売らなきゃ。ゲームが進まん。あー、ちょっと2位まで転落で、次で、4人ともがミュールを使うと、市場にミュールがなくなりますので、そうするとギアが、高く売れるって形ですね。ちょっと難しかったな今のは。で、前のラウンドの時に、土地を買う人は誰もいなかったんで、土地の価格が大きく下がってます。最低価格が。という形で、市場に売らなかったら、価値が下がらない。市場に流れなかったら価値が上がるっていう形で、値段は刻々と変わるものになってます。とはいえ、やっぱ独占なりどうこう考えてると、まあ今回のミュールみたいな形で、ストアにギアがないから製造されなくなるっていうようなケースも発生したりします。ので、ある程度は、相手を助けるというわけじゃないんだけど、自分が何もできないっていうのを避けるために、ミュールを作るために、市場を使って、ギアを流すっていうような工程も発生したりします。この辺からそろそろあれですね、土地に置いてるミュールを町まで持って帰って、でミュールの背中に乗せてる、道具を乗せ替えて、違うものを生み出してますね。コンピューターが確実にウォーパス200クレジット捕まえるのがすごく腹立ってないな。さあ、次、ワイの番や。ギアって何番やったっけ ?75。ウォーパス1匹捕まえな。見えへんかった。おっとおっとおっと。よしよし、捕まえた。200。ゲットゲット。これでミュールが買える。よし、ミュールあと1台で、ギア買って、あー、オーパー捕まえてよかった。あと間に合うかどうか。よし、タイマーアップ。スペースギャスピーがやってきて、300コスト必要になったって形書いてんな。ざまさあ、あとは、山結構買ってるから、まあ、山でたっぷりと、ギアを作って、で、この、オークションラウンドで、ガツイとギアを売って大儲けしましょう。
で今回6ラウンドだからそれでいいんだけど、12ラウンドこういうのをやってると、お、メテオが落ちた。あそこ欲しいな。よし、山仕事しろ、山仕事しろ。全然俺のとこ仕事するんだけど、なんやろこれ、ほんまに。電力は仕事してる。多分あれですね、紫は川に電気を置いたんはあんまり、そのフードがどちらかっていうと余り気味だからっていう考えなんでしょうね。でこれでちゃんと市場にギアがなかったらミュールが発生しないんで、で何回か売らないっていうラウンドがあったから大きくギアは、お前ら売れや、ちゃんと。いいよ、売っちゃうよ俺。いいよ、全部売っちゃうよ。で先ほどギアが、どん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 暴走したっていうのは、毎ラウンド毎ラウンドちゃんとギアを流しておけば暴走しないので、あとみんなが持ってるギアを腐らせるために、うちが定期的に、ギアを、市場に流して、ギアの値段を落としていくっていう形になります。っていう具合で、人が持ってるリソースをどうやって、殺していくかっていう部分も、問われていく形になります。うん、まあでもフードは安いからいいや。くっそ、重くそ高値で売り抜けやって。さあお金も十分に手に入ったんで、まあギアも売り抜けたんで、あとはもうガンガンと土地買って、どんどんとミュールを置いて、大富豪になりましょう。まあもちろんある程度市場にギアを流して、市場のギアの価格を下ろさなくちゃいけません。優しい。ああ、電気売るの難しいな、これちょっと。まあ当然ギアを高値で売り抜けたうちが1位なんですけど、よしよし。リソース自体に意味はないんだね。リソース自体に一応意味はあります。あのギアだったら市場にストアにギアがあれば、なんぼ払うねこいつ。もういいねで買うぞ。金ならあるんじゃない、いいねで買うぞ。もちろんある程度調整はするけど、そうこういう形でね、ちょっと下げてきたと思ったらね、こうスコーンと抜けるときあるからね。金ならあるんだよ。よし、まあまあちゃうんかな。よし、金ならあんねんね、金なら。金の暴力や、これは、ほんまに。ただ、あれは先ほど、その、売るべき時にちゃんとギア打ったから金儲けてるんだって、人がギアちょっと独占してるなと思ったら、毎ラウンド自分のギアをちょっとずつ下ろしていくって形にして、あの、ギアの値段を調整することも可能です。ほんま言うたら、先ほどのラウンドで、みんな全部ギアを売るべきやってん。
それか、その前のラウンドで、定期的にちゃんと、定期的にギアをちょっとずつ下ろして、ギアが暴発しないようにすべきやったんやね。とりあえず、今のところ食料で毎回苦戦させられてるから。今、最終的にこういう形で、土地にたくさん、土地をたくさん持って、で、ミュールをたくさん導入して、置けば、他の人よりもたくさん種類が手に入る形になります。で、リソースの、種類について問い合わせがあったんですけど、リソースの種類については、フードは、フードが不足すると、この自分の持ちターンの時間が減ります。で、エネルギーが不足すると、土地に置いたミュールの、生産率が下がります。で、ギアの場合は、ストアにギアがあると、ミュールが自動的に作られる形だから、ストアにギアがなくなると、ミュールが枯渇すると、ミュールが、置けなくなります。最後のクリスタルは、売るだけですけど、147っていう形で割と市場的に安定した、価格で売れるものになってます。っていう4つの、リソースを使って、他の方々といろいろと睨み合いをしていって、睨み合いをしていくという形になります。今回みたいな形で、ギアを売り抜けて結構その、でかい金を持ってしまうと、やっぱ、オークションで毎回結構の額投入して、土地が買えるので、逆に言うとその一人の人間、プレイヤーがその土地を、持たないようにですね、みんなある程度その、血を流して土地を、買うべきっていう状況もやっぱあったりはします。俺んところかい不幸な事故が起きました。さっきミュール置いたんやけんな。さっきミュール置いたとこにな、隕石落ちてんねん。気悪いわ。とまあ、この形のランダムイベントも発生しますんで、諦めていきましょう。わらわら。まあ、土地持ってる数が多ければ多いほどこういうの発生しますからね。そしてクリスタル、せっかく置いたのに、2つ発生した。まあ、ミュールそのまま1台、100クレジットで、で、それぞれのコンポーネントが25、50、75、100っていう形なんで、それほどコンポーネント、そのものが、まあ、1回、ちゃんと高値で売れる、リソースが出れば、あんまりそれほど気にならないですね。さあ、ギアがどんどん、暴発していくんだけど、しまった。しまった。セールのはずやったのに倍になってる。ほんま売りたかったのに。これ負けるんちゃう？普通に考えて。俺さっき売ろうとしたんやけんな。ここで、下を押すと、セルにな、倍になってしまうんで、自分がその、ちょっと一歩早く動いてしまったんで、倍になってしまいました。フライングしたんですね。気悪いわ、こいつ。コンピューター腹立つわ。こういうとこ嫌い。
さあ、電気はみんな足りてない。ということは、ということじゃよ。ということは、こうじゃよ。あ、すっきりした。さあ、先ほど売るべきタイミングでギア売れなかった分、ここがちょっと響いてますね。本当は売るべきだったんですけど。じゃあ、あと30秒次枠なんで、このまま少しお待ちくださいな。あそこで売りたかったんやけんな。今ギアストアにあるから大した値段ならへんし、あ、失敗したな本当に。はい、ラスト枠です。さあ、ついに、最終ラウンドに突入です。先ほどのラウンドでですね、ギアを売り損ねてしまったために大損こいてます。しかし、まあ、クリスタルは、来てるので、クリスタルをうまく、集めることができれば、ワンチャンあるかなと思います。こっから土地買ってもなーって感じするかんな。で、周りの人間が土地持ってるから、自分としてはこういうに嫌がらせするしかないんですよね。もちろん、ここでサクッと、自分だけ引いて、相手に買わせるっていうこともできますけどね。ただ、まあ、土地を手に入れるっていう、タイミングがあんまりそうそうないので、金持ってるんだったらやっぱ土地をじゃんじゃん買うべきかなってイメージあったりはします。この確実にウォーパス捕まえてくるこいつらほんま信用ならん。よし、なんもなし。ただまあ自分の土地に一応クリスタルが落ちてるっていうのはその辺ちょっと気楽かな。クリスタルやっぱ安定して売れますからね。何？デッドムース、ラット&、ソルド、ネズミが見つかって売って100クレジット見つかったっていう話か。さあ、どうするつもりだ？結構ストアも順調にあるからな。ただまあこれが、先ほどのオークションラウンドを見ていただいて分かる通り、ラウンドを過ぎれば過ぎるほどどんどんどん消費量上がってきますので、まあ、こんな量なんてあっという間に消し飛びます。アンネームド、なんだ、300クレジットゲットしたって書いてるのかな。さあ、やることといってもな、ミュール買って、で、クリスタル買って、まあ、自分とこ隕石落ちたから、その分恩恵は受けないと。んでから、アセット買って、でから、先ほど買った土地に、クリスタルがあるかどうか調べてみる。あー、ローか。微妙だな。まずい！時間切れ！あかん！ミュール1台損した。あかん。判断がミスった。あー、ミスった。これでかいぞ、ちょっと。あとはクリスタルどんだけ拾えるかやね。
よしよし、あとはクリスタルなんぼ拾えるかや。あ、もう全然来へん。クリスタル来い、クリスタル。もっとあるやろ、もっと。頑張れよ。ギアも全然拾えへんし。もう電気も全然拾えへんし。びっくりすんな。あ、クリスタルちょっと拾えた。あー、まあいいかな。ギアもまあちょっと拾えてる。電気、元気もうちょっと欲しいな。よしよし、クリスタル仕事した。クリスタル仕事した。まあまあじゃないかな、収穫は。何？お、帰ってったのか。あれが多分終わりのラウンドですね。あー、ほら、もうストアにギアが大量にあるから。え、あれ、一番最後のラウンドって売れへんねや。失敗したな、これ。これも売れない。これもラウンドは？最終月は増減なし。ってことは最終月何もしない方が良かったのかな、これ。あー、負けた。負けた。思わずこのくらいで、最終月は、物事を動かせませんでしたので、最終月で挽回してやろうと思ったらですね、このような様になってしまいました。先ほどの月でですね、やっぱそのギアを売れなかったってやっぱ一番でかいですね。あれは失敗しました。ただあれね、かけっこになってて3,2,1,5 でパタパタパタって走り出して、で最初にたどり着いた人間が最初に売れるっていう形だから、まあそうせざるを得んかったわけよ。とまあこのような形でちょっとしたアクション要素も入ってる、オークションシステムが、特徴的な、ゲームの方になっております。こちらがプラネットミュールという、ミュールですね、1986年に、EA からリリースされたゲームの、クローンゲームの方になっております。無料で、プレイできますし、レジスターで登録してですね、ログインすれば、オンラインで戦うことができますし、4人ぐらい友達がいれば、プラネットミュールやろうぜって形で呼びかけて、プレイもできます。まあ6ラウンドやってみて、先ほどの時間かかったって形なんで、まあ AI 相手ですけど時間かかる形なんで、多分人間でやると多分2時間ぐらいかかる形になりますかね。なんでまあこういう形の、経済ストラテジーっていうのが昔あったんですよ。で、この、まあ、ミュールという、ゲームのですね、ミュールというゲームに影響を受けて、作られたのが、こちらの、オフワールドトレーニングカンパニーというゲームになります。で、それがあさって、リリースする予定になりますので、これですね。画面映るかな、これね。これがその、あさってに、あさっての朝の2時に、アーリーアクセスが、スタートしますので、まあ、続きはこの、来週ですね、このオフワードトレーディングカンパニーと紹介して、今回紹介したエコノミックストラテジー、オフワードトレーディングカンパニーに関して、エコノミックリアルタイムストラテジーになりますが、だいたいこういう形でですね、競りゲームが発生してですね、プレイヤー間でリソースやり取りして、でいくらで売って、いくら儲かるか、いくら儲けるかなりですね、いくら儲けるかっていうので、競い合うゲームっていうのが、経済ストラテジーになっておりまして、それをさらに、今風にしたのが、オフワールドトレーニングカンパニーっていうゲームの方になってます。で、まあ、来週オフワールドトレーニング、オフワールドトレーニングカンパニーを紹介する予定なんですが、そのまあ前提条件としてですね、一応このミュールというゲームがある。で、まあ昔こういうゲームがあってですね、割とコンピューター、
コンピューターゲームが好きな人にはですね、結構知られた、こちらミュールというゲームがあったっていうのだけ覚えていただければ、結構でしょう。でまあ、面白いには面白いんで、まあ、ぜひともですね、まあ、無料でプレイできますので、プラネットミュールで検索すれば、公式サイトからですダウンロードできますので、皆さんもぜひれば、一度ですね、プレイしていただければ嬉しく思うところでございます。まあ、プレイせずともですね、あさってに、Steam でアーリーアクセスが始まります、オフワードトレーディングカンパニーを、プレイしていただいても結構です。まあ、プレイする前にミュール一回やっといたら大体どういう風なゲームかってわかると思うから、まあそういう点で言うとやっといてもいいかなと思うんで、よろしくお願いします。それでは、本日は、こちら、ミュールというゲームの方を紹介させていただきました。お楽しみいただきどうもありがとうございます。それでは動画の方を閉じますので、少しお待ちくださいな。ご視聴のほどどうもありがとうございました。